どうも、ヨキングです。すごい眠たい。というのも今朝の9時なんですよ。なんで今からする実況のために無理やり声を出してましたね。もういいもういい、もう今日はおとなしくやっていこう。せっかく朝にやってるんだからさ、たまには落ち着いた実況っていうのもいいと思うんですよ。ということで今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ハイデンスタッフインポイズンザレベルということで、毒沼の中にスタッフが隠れているということでしょうか。こっちが布団の中に行きたいわ。もう突っ込んでる。全然おとなしくなんかないね。もうちょっとおとなしくしようか。朝からこんな調子だったら絶対持たない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.39%。 開幕バブル。冗談じゃん、ちょっと喋んなきゃっただけじゃんか。朝は何やってんの。いやマジで朝から実況なんてするもんじゃないわ。何喋っていいか全然出てこないんだもん。だからさ、チェックポイント2ぐらいまでちょっと無言でやってっていいかな。何勝手に P スイッチ押してんのなあ。 P スイッチといえば P オキングのやる気の P スイッチ押してくれよな。どういうことだ。ピオキングのやる気のピースインチってさ、どけお願い。朝だよ、朝朝朝だよ、朝だよ、みんな起きてね、ヤッフー。無理やりすぎる。無理やりすぎる。全然歌詞が思い浮かばない。じゃあここ、あ、キノコ持ってくんなって書いてんな。あ、左の針に当たってこいっていうことだと思ったけど、ここ親切に針を置いてくれてるね。ありがとう制作者さん。さあ次に行きましょう。そしてここは中間ポイント。なるほどね、チークポイント。チークポイントってなんだ。ピンクコイン。ちょっとギリギリ危ないところまで行ってたぞ今の言葉は。じゃあ左上の USA キノコのところに行こうか。そう簡単にやられると思うなよ魚。わー、 やられてんだ、やられてんだ。まだ大丈夫だ。ここでカッ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 。え、これなかなか大丈夫ないね。いや絶対やられたと思わなかった。このメット、まさかこれで正解だったとはね。じゃあこの USA キノコのところ、早ケールからの何もしないでおこうか。もう一体何もしない。あ、ここ USA キノコ取れないのね。そしてここでキノコを取ってもいいけど、一旦当たってチビになって進めってことか。ドクロリヒト乗っていいのか。乗って僕は一旦何もしないよ。君を信用すると思ってんだけど。なんだこの隠しブロックは。このドクロリスト乗っても素直に上に渡らせてくれると思わないんだよな。乗って僕は何もしない。わーい。え、じゃあここどうやってすればいいんだ。あ、この場所で隠しブロックを叩けばいいのか。そしてドクロリフトに乗っていく。僕はドクロリフトに乗って何もしないよ。このまま中間ポイントの場所まで連れてってくれ。ドクロちゃん、ジャンプだ。上に行った時にジャンプすれば問題ない。この場所でジャンプで。ちょっとジャンプするタイミングが難しいんだよな。どの場所でジャンプすればいいか分かんないっていうか、このタイミングだ。オッケー、すげえ気になった。あれの場所すげえ行きたいけど、一旦落ちてみる。いなくなりました。ということで、いなくなったこの右下に行くのが正解だと言ったけんか。だがこれでもう全て分かったね。右下のバックがあるじゃん、ブラパー。あのブラパーを落としまくって、青が消えてる状態で行けば先に進める。絶対これが正解だよ。誰か助けて。じゃあ素直に左のドアに入っていこう。オンオフをして、このハテナブロックはなんだ。コインか。コインなんて今必要ないんだよ。そして、いや、まだやっぱり中間ポイントの場所まで戻させてくんないのかって思ったら、ドアに戻されたね。コイン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 。まあ少ししか出ないのは分かってました。もう一回戻ってってみようか。そして USA キノコがない状態で進めないのは分かってた。朝からうるせえ。朝からこんなにうるせえやってくる。じゃあここで大ジャンプからのメットを持ってこいって書いてますね。上にメットがあるけど、そんな罠に僕が引っかかると思っているのか。何か来てねえ。 USA キノコが出てこないと僕やられちゃうよ。ペペレペペペレプルペピ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 ペプルペピ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 ペ。いや絶対ここね、超ジャンからの、そう、上まで行ったらダメだと思う。もう遅いのか。ここ床があるじゃねえか。あ、これ溶かしてくれるんじゃない。でもそういうことなんじゃない。溶かして、もう一回出してよ。オッケーオッケー、そういう仕組みになってんだね。そしてここで一旦当たって、もう一回 USA キノコがチビになって先に進んでいく。なんだなんだこの唇が。上から僕は行けばいいのか。
オッケー、え、これ下から行ったらダメだったんかな。いや、このブンブンも気になる。ちょっと行ってってみてやられると思うけどさ。あー、この筋肉だるまはダメなんだね。いや、今日2分の1当てたよ、みんな。これは分からない人いるんじゃないかな。じゃあここは土管に入っていけばいいのかい。矢印って書いてるな。何もないね、この豚野郎が。邪魔すんな。じゃあここは上にジャンプしてこの土管に入っていく。キノコ取ったらダメとかそういうことはないんじゃない。これで中間ポイントゲット。そして次の場所に行こうか。これが実はゴールとかだったらめっちゃ嬉しいんだけどね。で、最後にあの左の鍵ドアに入っていけっていうことか。そしてここで中間ポイントを取って次は右上フラワーの場所に行ってみようか。頼む、次は簡単であって。なんだここは、蹴ればいいのか。蹴ってみるよ。何も来るな。いや、これはなんか嫌な予感がするけど。どんだけ。じゃあここはトゲゾウを蹴ってすぐ右に進んでいく。で、ここの右側があるじゃん。絶対隠しブロックがあってこの氷を溶かすと思うんだよね。だから一旦地下ブロックを溶かす。そして隠しブロックを叩いておく。あ、隠しブロックないんだね。じゃあこのトゲゾウを取って上に行けないんですけど。この氷を溶かして先に進めばいいのか。あ、なるほどね。全然違うよ、こっちブブって言われてるもんね。なんだここは、C 耐久か。この音楽は全然面白そうな C 耐久じゃないか。え、どうすればいいんだろう。ここで合ってるよね、来るところで。え、何、右のブラッパーがいて。あー、分かった分かった。これさ、オンオフをして自分のファイヤーを向こうの岸まで届かせろってことなんじゃない。いや、面白い、これ新しい新耐久だね。で、オンオフをしてこの先の土管でやられるっていうわけでしょ。なんだここは、また新しい新耐久か。あ、なんか戻ったね。右に進むと戻ってこれなくなるでしょう。だから一旦右にトゲゾウ蹴ってまた左の方に追っておこうか。さっきこれでトゲゾウの帽子かぶれたよな。で、このトゲゾウの帽子をかぶってオンオフ。なるほどね、手こずらせやがって。これで受かったのか。この隠しブロックっていうのかな、あの四角の枠の中は叩かなかったら先に進めるんだよ。さあ行くぜ。そしてここで抜ける。そしてこのまま右を失敗。フラワー様。いや、マジやるね、この制作者さん。めっちゃマナーが巧みだよ。でも僕のライバルになるにはあと3時間早いぐらいだね。さあここでトゲソウなくして、多分隠しブロックあると思う。オッケーオッケー。で、氷を溶かす。そしてあのボム兵を叩けばいいのか。今のキノコは何だったんだ。もう何の意味はなさそうだけどね。で、ここで叩いていけばいいのか。邪魔なんだよ、魚。よしよし、お前もだ。ブロック叩いてすぐ左に逃げようか。そしてこの魚を駆除しておく。なんかさ、ドスの上にスターが見えるんだけど、あのスター取ったら絶対ダメだと思うんだよな。でも取っておけ、取っていい日になっておこうじゃないか。マリー、どけどけ虫けらどもが、マリー様のお通りだぜ。ビャ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 。これ難しいな、意外と。トノさ、右下にパックンがいるじゃん。あのパックン倒してくれんのかな。あ、2階なんのね。なるほど、そういう仕組みなんて僕分かってなかったよ。じゃあここは上に行く。そしてこの氷を溶かしていけばいいんでしょ。なんか右に行けないよ。なんか下書いてるね。ラックって書いてる。あそこでしゃがんでおけばよかったのか。そんなの分かるか。このフラワーの場所でしゃがんで待っておけと、そういうことだと思います。え、なんかフラワー取れなかったね。え、さっきなんか取れなかった。え、なんか今度チビ状態のまま来れたんだけど、隠しブロックが出てきたよね。しゃがんでジャンプすることによって隠しブロックが出るみたいな、そういうことなんかな。まあまあ、進ませてもらえるもん進ませてもらおうじゃないか。誰が僕のこの帽子を脱がせて、お願い、誰が僕この帽子を脱がせて。この下ね、この下に行って帽子が脱げるけど、見ちゃやだ。なんか今さ、ジャイコみたいになりなかった。見ちゃやだ、のび太さん。じゃあここでファイヤーフラワーが出るでしょ。で、このファイヤーを溶かして先に進んでいく。長いな、ここのコース。もう終わりでいいんじゃない。強引オーティあ、アンチ。いや、ちょっと待ってくれ。アンチって言ったら大体C耐久の場所でしょ。アンチウィズトゲゾウ。意味がわかんないよ。チビになって行ってみる、一旦チビになっていくことによってなんか変わってるみたいな。いや、絶対何も変わってないと思うんだけど。で、ゴインアンチウィズトゲゾウってことは、トゲゾウを使用すんなってことなんかな。ってことはよ、もう最初からトゲゾウを使用すんなってことなんじゃないかな。ここの上のピンコインは絶対取らなきゃいけないと思う。こっからちょっとゆっくり考えてっていいかな。ここを取るところまでは合ってる。
そんでここで一旦脱いでみる。だってかぶってったらダメって言われてたもんね。でもこっちは知りたいけどさっきと同じパターンだろ、絶対連れて行かれるもんな。ただオンオフをしてることによってなんか変わってるみたいだ。なんかそういうパターンがあるかもしんない。頼む、やったやべ、マジで名推理来た。これで、あ、終わりっていうことなのか。いや、めちゃめちゃ難しかった。最初からこうやっていければよかったんだけど。で、ここで左下行こうか。左下、赤い土管、青の土管、最後にしたいと思います。僕は何もしない、こっからジャンプ、そして右押しっぱだ。そしてすぐにキノコを取っていこう。絶対このブロックどっちかが違うとは問題ない。右にかけよう。左は左だいばー、左に寄っておこう。そして魚をかわした後にこのデカキノコを取って先に進むのさ。で、このブロックを壊して一旦解除してデカキノコ状態を。そしてここから右上に進むんだけど、絶対隠しブロックがあるんだろ。分かってる、だからしゃがみジャンプでいこう。そんなことは分かってんだ、邪魔すんだ魚。ガコは引っ込んでるよ。僕はこの状態で先に進むことができるのか。ジャンプできないじゃねえかうるさ。いや、ここに隠しブロックがあるのはいい読みだったんだけどな。かわしたかったな、あの魚マジで。じゃあここの上のブロックを壊して先に進んでいく。左下穴が出てきたね。さっきと穴が違うじゃねえか。で、あのコイン絶対なんか来る。取らない方がいい。でも僕は取るよ。何も来るな、絶対に何も来るな。なんだ、デカキノコ様、待ってよ。君がいなかったら僕はもうカラスのモノマネしかできないよ。ウォッピーとうとう頭狂ってきましたから僕は。朝からこんな鬼畜なコースさせんだって。いや、でもたまにコメントであるんだよな。今更気づいたんですか、頭狂ってるのって。いや、これを見てるみんなも狂ってるからね。もう同類だよ同類。なんだ、僕あんのけ、僕が出る、俺に言えおかしい、やべ、脱いちゃった、脱いちゃったけど大丈夫。なんかヒント書いてるね、なんか間違ってたん僕。なんかボム兵の左上にハテナブロックって書いてるけど。あー、なるほどね、この鉄球、鉄球来てよ。いや、当たる準備してたよ僕。ここにさ、いてさ、うえー来ちゃってみたいな言いたかったのにさカロの甲羅履いたまま踏んでいいってことでしょ。で、ここで鉄球を出しておく。で、カロの甲羅脱いで上に行けばいいのかい。頼む、もうこれで終わりであって、キノコ取っていくであってる。これで旗はやったー、あと1個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 。そしてここで右下に行こう。ラストの土管入っていきたいと思います。ここはすぐ上にジャンプ。いや、ここ、いや、やっぱハテナブロックあるよな。まあいいや、一旦このまま進んでみようか。そしてここは何もしないで、土管とか隠してるとかそういうこともなさそうだ。サンキュー。中にクリボーがいいのね。じゃあここは大ジャンプすればよかっただけね。じゃあ何もしないで右に進んだらオンオフが変わる。残り1個だからね。僕めちゃめちゃテンション上がってきてるよ。ここはふむまあまあ、ピースイッチがなくなったらピー、どこ入ってんだ。ここは上の針に当たって無敵状態のままパックを回避していく。そしてここの四角の枠はなんだ、すげえ怪しい、叩いていいのかな。絶対針に当たるような気を感しかしねえんだけど頼む、なんかって、まっちゃん、ナイス、まっちゃん、このまっちゃんと共に進んでいく。オッケーオッケー。で、ここで跳ね返る。何が跳ね返る、違う、跳ね返るんじゃない、爆発するって言いたかったんだ僕は。さあ、ここで鍵を通って鍵の輪に入っていけっていうことかな。降りる。で、いや絶対ここね、土管があると思う。あ、ほらほら、見て見て、この回避能力めちゃめちゃ上手く。なんか当たったけど大丈夫？でもちょっと下行きたい気持ちもあるよね。だからちょっとごめん、目出したいっていいかな。何をやってるんだろうな僕は。ヒットに、いや、そんなこと分かってるんだって。もう先に解決しちゃったからね。ここは C 耐久っていう感じですかね。なんか面白そうな C 耐久だけど、上のオンオフしろっていう感じかな。オンすることでなんか変わる。いや、邪魔くせえあいつ。あ、もう一回戻れるんだ。あ、もう一回戻って何か変わるみたいな。え、何も変わらんくない？え、なんだろうねこの C 耐久は。あ、ブロスがでできてるね。だからこのブロスのハンマーに当たって、これ難しいな。待って、これやばいやばい。これやられることできんの？いや、絶対無理だよね。こんな、なるほどね。ここの狭いって。分かった分かった分かった。これ全部左にやっとけばいいんだ。あ、これ相当簡単だ。
でもう一回ここも左に全部やってやられることができますと。いやこの新体験めっちゃ面白かったね。ごめんねあんなところ見せちゃって。別に尺を稼ぎたいわけじゃないのよ。本当に気になるのよ、この下に行けるとしたら何があんのかなみたいな。新体験とかだったらなおさらだね。でコメントとかもさ、結果最後言ってくださいみたいなコメントも多くてさ、だから早めに言っておこうかなと。ここは上を審判じゃねえんだよあ、なんか出てきたよボブヘ。何もしてくるなボブヘ、ただ鍵を出せばいいお前は。オンオフかける4、そんなのわかるかってんだこれやでーす。いや怖いな、このオンオフを4回することによって絶対罠が何か変わってるパターンだと思うんだよな。じゃあここでもう一回オンオフしたら先に進めるっていう感じだったね。何も変わってないよな罠が。頼む、先と一緒でやってくれ。いや何も変わってないような気がするね。こっからだ裏問題は。開けごめん、開けごめんってなんだドアじゃねえんだよそれは。まあ何も変わってなさそうだね。だからここで刺すで爆弾で壊してあのドアに入っていけるっていうことだと思うんですよ。多分これで最後だと思う。絶対ね、もう中間ポイントの場所まで進ませてくれるよ。頼む、やったー、これでもうゴール。お願いします神様。あれあと1個ないよ。あれあと1個はちょっと待って待って、あと1個どっか取り逃してる。わかんねえ、今んとこ取り逃してたっけ。ちょっと探してっていい。いや絶対取り、あこれ上取り逃してた、ごめんごめん。でここで一旦、ちょっと待ってあやべえ、全部ピンコイン消えてた。うそでしょうわ最悪、今のピンコインを取ったことによって鍵が手に入ったからさ、それで全部消えたんだろうね。いやまた最初からやり直しじゃねえか、くっそもうやめる、もうこのゲームやめる、お母さん。さあ戻ってきたよ、全部のピンコインをまた集め直して頼む、これでゴールで会ってくれ、お願いします神様。来た、何もしてこないよな。なんだお前らめ、ダブルハンナ邪魔だぞやべえ、またやり直し、上から行けないの。え、なんで、何をあなたたちどう言ってんで、頼むって。いやもう一回入り直せばワンチャンやり直しが効くかもしんない。上から、上からは入れないな、下は、下もダメなのか、くっやよダブルハンナ。おやり直し聞ける、ありがてえナイス制作者、こっから右に走っていけばゴールができるんだ。どこに連れて行った、さっきと違うじゃないか、なんなんだここは、おごるな僕はえ、なにここ、どうすればいいの。スター、スターがこっちに降りてきてどうせ下にやられるっていうパターンでしょ、分かってんだ、そんなことは早くやれもう、いやでもね、もう一回やられたとしてもまた鍵は取れるっていうことが分かってる時点で僕はめちゃめちゃ心の余裕があるからね。誰が来るなあ、このままずっとこれっていうことはやめてくるよな。なるほどね、花が来てくれるのか、頼むよ、お願い本当に来て。なぜそうだる、え、どうすりゃいいのじゃ。何もしないで奥横の扉に入って、そしたらクリアできるんじゃない。で、このまま何もしないこれさ、Pスイッチの音が鳴り止んだらさ、花に落ちてやられるだけなんじゃない。やめろ、ゴール前がこんなに鬼畜だとは思わなかった。じゃあ一番右まで行く、そして砲台に乗せられるでしょ、そこで右を進破しない、これでクリアできるんじゃないかな。このまま右を進破しようか、次こそ何も来るんだ、絶対に何も来るんだよ、これで僕はゴールしたいんだ。やったキッチン、めちゃめちゃキツかったこれ、本当にやばいよ、マジでおすすめしないレベルの鬼畜さだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ムカッと来るコースということで、説明文にこのコースをするみんな必ずムカッと来ますよって書いてるんだけど、僕はめちゃめちゃ心が広い人間だからね、そんな僕をぜひムカつかせてほしいぐらいだね。でサムネを見たらさ、大量の土管があるんだけど、きっとあの土管から何か出てくるんだよ、おそらく鉄球のような気がするんだけどな。それじゃあ早速やっていきますか、クリア率は 1.25%。 そんでさらにさ、鍵ドアがあったんだよな、だからてっぺんまで行って戻ってこいっていうコースだと思う。ちょっと最初土管から何が出てくるか見てっていいかな。あ、何も出ないんだね。え、これただ普通に登っていけばいいだけ、え、そんなに難しくないんじゃない。そしててっぺんには
鍵あるから取ったら戻ってこいっていう感じね。10秒って言ったら結構時間があるもんな。だからここをジャンプしてこれ結構突っかかるよ。でもこれでも全然間に合うんじゃない？これでゴールだったら全然楽勝だよね。ちくわ！なるほど、3つのちくわがあるから多分3秒ぐらい残していかないとゴールできないっていう感じだと思うよ。あ、これ結構いいんじゃない？頼む！残り…なんで通り過ぎてんの？うわ、もったいね。今ゴールできたかもしれんのにさ、最後ちょっとブレーキかけないけんないね。そうしないと鍵扉追い越してしまうみたいな。いや、1しくり、2しくり、2しくりぐらいでいけないかな。2しくりって何？2しくりって日本語がおかしいぞ。頼む、これでゴールして。全然間に合わないですわ。リズムだ、リズムよく行こう。ワン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 。来た、これめちゃめちゃ速いんじゃない？絶対ゴールしたと思う。どう？絶対これ最速まで行ったんじゃないかな。頼む。シャー！おいで、マリオタイム。残り1秒余ってるってことは絶対に最速取れてると思います。見ててみんな。まあこんなもんでしょう。まあまあ無事最速取れたんだけど、実際結構きちい。でもね、決まると相当気持ちいいよこのコース。3日間風呂入ってない状態でシャワー浴びた時ぐらい気持ちいいかもしんない。嘘つけ、相当気持ちいいじゃねえかそれ。まあぜひ皆さんもやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。